はい、1号から白髪染めの前のカットです。襟足の長さを残してのショートカットです。今修学旅行ですか、グループでこう行動するんですか。3回あるうちに1日だけバスで一緒に動いて、そこが奈良で、はい、あと2日目まで1日あるところは本当にグループごとにバスとか地下鉄とか、ね、はい、それぞれ乗り物を乗り継いで行きたいところ行ってて、3日目はやっぱりグループごとに今度 タクシーを借り切って1グループ4人ぐらい行って、はい、で半日、お昼1時ぐらいまで、はい、8時から1時ぐらいまでかな、タクシーで回るんですよね。はい、3日目はもう、ね、プロの運転手さんがついてるから、行きたいコースをここどこどこっていうと、はい、時間内に収まるように。そのタクシーはもう、前もって何台で予約しておくわけですか。そう、だからうちなんかは、どれぐらい ?50 台ぐらいとか、もっとかな、うん。200人の上の生徒がタクシーの中だから、そこにまとめても頼んでおいて、で、うん、京都駅に1時、はい、12時45から1時までの間に京都駅のなんとか口に、はい、あの降ろしてくださいって言って、ガラス前口かどっちなんだろうな、うん、本当に10分ぐらいの間にバーってもタクシー入って、みんな一斉に集合してみたいな、はい、なるほど ね、なんか世話がないっていうと、うん、先生方も生徒が行くところにこう何箇所か分かれて、そこのところを、はい、なんだろう、チェックポイント、うん、なんか今の GPS のくっついてる携帯電話を班ごとにも出してるから、はいはい、あ、そうなんだ、宿の方が本部の